日本が世界に誇るものづくり力、これを世界に知らしめたパイオニアがいた。ふふん、僕はただパイオニアなだけではないのだ。世界の自動車産業の発展にも貢献したのだ。アメリカ。お、アメリカはこんなに車が溢れているのか。日本との技術の差を感じるのだ。そうでしょう。日本には車を作る技術力はないですもんね。今はまだ技術はないけれど、僕はやってみせるのだ。将来はトヨタの車で日本の街をいっぱいにしたい。そんなことできないに決まってます。やれるかやれぬかではなくて、誰がやるかなのだ。カカオク。自動車の開発全然うまくいかないのだ。エンジン部分をいじる必要がありそうだな。ブツブツ、時間がもったいない。今日も工場で泊まり込みで研究を続けるのだ。キイチローさん、ずっと自動車開発に熱中していますね。睡眠時間も十分に取れていないようですし、お体が心配です。大丈夫なのだ。今情熱を注がずしていつ注ぐのだ。僕はただ自動車を完成させたいだけだ。褒められたような存在じゃないのだ。そんな謙虚なところも尊敬します。さらにキイチローは多忙な中、自ら工場へと足を運び、自分の目で見て、自分の手を動かして現場で積極的に指揮を取ります。この精神が後の現場現物主義というトヨタのスピリットとして定着したのです。また失敗して不良品か、仕方ないな。はい、ちょっと待ったなのだ。自動化とジャストインタイムの方法に変えていこう。不良品を作らない仕組みを僕が考えるのだ。おお、なんて効率的なんだ。そうだろ。この手法をトヨタ式生産過程と名付けるのだ。さて、日本の技術の水準を押し上げた彼の反省とは。時は明治27年、1894年、静岡県湖西市で食器の製造業を営む家の長男として、トヨタ喜一郎が爆誕しました。オンリア、バブバブなのだ。かわいいわねー、よしよし。枝豆おしゃぶり、気に入ってくれてよかった。父のトヨタ佐吉は、自動食器を発明して、日本を戦時大国へ押し上げたトヨタ自動食器の創業者。豊かで幸せな円満な日々かと思いきや、喜一郎が生後3ヶ月に事件が起こります。バブバブなのだ。じゃあ、仕事に行ってくるよ。なんですって、今日は一日家にいて、結婚記念日を祝う約束でしょ。大切な外せない研究があるんだよ。喜一郎も小さいのに、協力し合いましょうよ。いつもあなたは仕事ばっかり。仕方ないだろう。研究によって、技術は進歩するんだ。それにしても、家庭を適当にしすぎよ。あ、バブ。言い合う時間ももったいない。俺は研究室に行く。もう無理、私限界よ。出ていくわ。離婚よ。おい。待て。発明に没頭する夫に愛想を尽かし、母親は家出してしまいます。あ、バブ。とりあえず枝豆でも食うか。俺は研究があって、一人では喜一郎の面倒を見れない。しゃあない、おじいちゃんおばあちゃんと住むか。バブバブ。父親と母親は離婚してしまったので、喜一郎は祖父母の家で育つことになります。なんやかんやですくすく育ち、3歳になった喜一郎はすくすくなのだ。父の住む愛知県名古屋市に転居し、佐古町の工場内、名古屋市白壁町の家に住みます。ふんふん、機械大好きなのだ。今日もお父さんの職場の工場に行っちゃおっと。なんだ、また会社に来たのか。お父さん、機械を見せてほしくて来たのだ。なんだその口の聞き方は。お前は経営者の息子なんだ。今のうちから経営することを考えろ。申し訳ございませんでした、お父様。それでいいんだ、自覚を持って行動しろよ。はい、承知いたしました。機械なら奥だ、入っていいぞ。ありがとうございますなのだ。機械ももちろんいいが、ここの社員もよく見ておけ。将来は喜一郎がトップで、社員たちを束ねるんだからな。はい、わかりました。お父様は毎度、僕を後継ぎにする気満々なのだ。俗に言うスパルタってやつ。僕は経営なんて興味ないけど話を合わせるのだ。何か言ったか？いいえ、何もございません。お父様は怖いのだ。あら、社長の坊ちゃん、またいらっしゃったんですね。このかっこいい機械の絵を描くために来たのだ。子供なのに公園に行かずに工場だなんて、本当に坊ちゃんは機械が好きだな。公園の遊具よりも機械の方が面白いのだ。カキカキカキ。さすが社長のご子息ですね。そうでもない、まだ稚拙な面も多い。将来の経営者としてもっと成長してもらわないとな。そうなんですね。しかし学校の成績もトップなんでしょう。将来が楽しみですね。そうなのだ、スーパーエリート道をまっすぐ突き進んでいるのだ。自分で言うんですね、腹立つなこの豆。ん？なんか言ったのだ。いえ、何も。僕もいつかお父さんみたいな発明家になりたいな。優秀な喜一郎くんですし、きっとなれますね。何馬鹿げたことを言っているんだ喜一郎。え、研究は大変な負担がかかる仕事なんだぞ。お前には向いていない世の中には得て増えてがある。お前を発明家として育てたことは一度もない。でも僕は本当は発明家になりたいのだ。ふざけるな、経営者として俺の会社を継ぐ運命なんだ。ぐぬぬぬぬぬぬ。
幼い頃から機械に魅了されていた喜一郎。学校の成績は優秀で優等生でもあり、父の職場に入って機械の絵を描く機械少年でした。わう、ずっと機械に包まれていたいのだ。そして月日は流れ、小さい頃からずっといい成績をキープしていたのだ。東京帝国大学へ進学も決まったし、順調なのだ。今聞き捨てならない言葉が聞こえたな。ギクス、その声はお父様。東京帝国大学とは後の東京大学だが、うわ、なんかお父さんがメタ発言している。調子に乗ったら足元すくわれるぞ。何が順調なんだ喜一郎。お前は胃の中のカワスなんだよ。上には上がいるんだ。胸に刻み勉学に励め。はい、浮き足立ってしまい失礼いたしましたなのだ。ところで大学では大好きな機械工学を学びたいのです。なんだと。そんなもの認めるわけがないだろう。幼い頃からの経営者としての教育を忘れたのか。もちろん、お父様のお気持ちには感謝しています。だったら大学では経営学一本で学ぶべきだ。俺も研究者だ。お前の機械工学への気持ちはわかる。だが経営学を学び社員を統率するのがお前の使命だ。お父様お言葉ですが、これからは機械の時代になるのだ。海外はいち早く機械産業に乗り出しています。そうだな。はっきり言って日本は遅れ気味ではある。僕はこの現状を打破したいのだ。日本を世界を引っ張る技術大国にしたいんです。喜一郎、だからお願いします。東京大学で機械工学を学ばせてくださいなのだ。自分の考えを持って立派だ。喜一郎の決意はバリカタだな。仕方ない、認めよう。え、本当なのだ。ふん、男に二言はない。ありがとうございます。精一杯やるのだ。そしてまたまた時は流れ、1920年。よし、東京帝国大学の工学部機械工学科を卒業したのだ。卒業してからはもっと機械の勉強をするぞ。じぃ、は、背後に黒い気配が。卒業おめでとう、喜一郎。お父様、ありがとうございます。もう一度大学で経営学を学んできなさい。やっと卒業したのに経営学？当たり前だ、喜一郎は私の会社の後取りだぞ。でも僕は経営者になりたいなんて言ってないのだ。幼い頃からずっと弟子を見かけてお前を一流の経営者に育て上げたんだぞ。でも僕は研究者に。俺も最初は研究者だっただがな、確かな経営のやりがいを感じている。トップに立てる才覚があるものはなかなかに少ない。そうなのか。でも父親として近くで見てきた私にはわかるんだ、喜一郎が経営者としての才覚があることを。そんなのわからんのだ。いや、私にはわかる。頼む、会社の未来のためにも経営者になるために工学部で勉強をしてくれ。そこまで言うなら、じゃあ経営学も学んでみるのだ。父の喜一郎を経営者にしたいという思いから、喜一郎は東京帝国大学の法学部に入り直し、1921年3月まで学びました。まったくお父様、僕に会社継がせたすぎだろう。僕に経営者として期待しすぎなのだ。名古屋。大学を卒業した喜一郎は、地元の名古屋に戻ります。地元に戻ってきたのだ。名古屋の空気は懐かしいのだ。おう、喜一郎お帰り。大学卒業おめでとう。お父さん、ありがとうございます。早速だが、我が社の子会社の豊田紡織に入社してくれ。任せろなのだ、研究要員としてかな。そんなわけないだろう、喜一郎は俺の後継だ。お父さんのことだ、そう言うと思ったのだ。研究職ではなく、系列会社の経営幹部になってもらう。へえ、嫌なのだ。そんなわがままは通用しない。経営のいろはってものを学ぶんだぞ。わかったのだ、お父さんは怒ると怖えのだ。そうして次期社長として入社した喜一郎でしたが、機械への熱い思いが止められず、工場へ頻繁に通うようになるのでした。あ、ダメだ、やっぱり機械のお仕事がしたいのだ。今日も豊田紡織の工場に行っちゃおうっと。よし、ちょっと工場へ行ってくるのだ。あ、喜一郎さん、また工場へ行くんですか。さいなら、キュー。逃げ足の速い枝豆ですね。よし、僕のアシス、工場に着いたのだ。喜一郎さん、お疲れ様です。お疲れ様なのだ。じゃあ早速今日も始めようか。はい、自動車の研究ですね。そうなのだ、自動車を研究して素晴らしく役に立つ自動車を完成させてみせるのだ。喜一郎さん、かっこいいっす。俺ら一生ついていきます。うおお、90。ふふん、照れるぜ。工場へ頻繁に通い、自動織機の研究に熱中します。ふむふむ、四輪駆動の場合の後輪の動きは。なるほど、こうすると安全に曲がれますね。うんたらかんたら。うんたらかんたら。おい、喜一郎。はっ、お父さん。また工場で研究ばかりして、いい加減にしなさい。ぐぬぬぬぬ、お父さん、でも僕はどうしても開発がしたいのだ。だから認められないと言っているだろ。お前は後を継ぐんだ。誰もやらないことや、やりがたいこと、これをものにしてみせるのが人生の面白みがあるのだ。研究から日本を支える産業を作りたいのだ。
喜一郎。僕は経営者になれても発明家にはなれてないのだ。エジソンのように開発をして人々を笑顔にしたいのだ。そこまでの熱意があったなんて、負けたよ、喜一郎。認めてやる。本当なのだ。ああ、自動食器で一台を築いた研究者の端くれだ。やった、ありがとうなのだ。父は初め戸惑っていましたが、喜一郎の研究開発への情熱に胸を打たれ、ついに研究開発の道へ進むことを許します。よし、お父さんからの許しももらったことだ。研究にもっと力を入れるぞ。燃えてきたのだ。さすが俺の息子だ。その息です、喜一郎はん。おお。そして昼夜問わず研究に取り組んだ喜一郎、その血のにじむ努力と情熱で結果を残します。やった、完成したのだ。 G 型自動食器が出来上がったのだ。やりましたね、この天才スーパーエリート。不憤なのだ。喜一郎は G 型自動食器という自動食器を完成させました。これは当時世界で最も進んだ技術で作られたもので、世間でも話題となりました。研究者としても順風満帆。スーパーエリートな僕、今日も絶好調なのだ。毎日機械をいじれて幸せだな。順調な喜一郎でしたが、大きな転機が訪れます。それは1923年に起こった関東大震災です。うわ、ものすごい揺れなのだ。避難しろ。キャー、地震だ、大変だ。はっ、首都圏の路面電車が動かないぞ。地震で大打撃だ、首都圏の交通網はもう終わりだな。もう終わりよ。怪我人もたくさんいて、病院に運ばなければなのに、路面電車が動かないなんて、一体どうすればいいんだ。参ったのだ。よう、日本のエブリワン、困っているみたいだな。その声は、アメリカさん？いや、諸君、この自動車たちを上げるよ、輸送手段にとても便利だろ。確かに今までハゼ委託品だと思っていたけれど、路面電車が動かない今自由に動ける自動車が、こんな可能性を秘めていたなんて、驚きなのだ。そうだろ、自動車を使って多くの人を助けてくれよ。アメリカさん、ありがとうございます。自動車は、ただの贅沢品じゃなくて、実用品だったのか。目から鱗ならぬ、目から枝豆なのだ。どういうこと？こうして、車の必要性を知った喜一郎。いやー、もし車がなかったら、復興にももっと時間がかかっていたに違いないのだ。そうだな、喜一郎。よくぞ言った。お父さん。これからは自動車の時代すぐそこにやってきているぞ。喜一郎は自動車の発展に、精一杯尽くしなさい。はい、アメリカに取り残されててはいけないのだ。いつの日か自分の作った車で、日本の道路を満たしたいのだ。絶対に叶えてみせるぞ。俺の息子、眩しいな。応援しているぞ。任せろりなのだ。こうして、父の言葉もあり、新たな夢を抱いた喜一郎。その夢を、さらに加速させる出来事が起こります。1923年の関東大震災から6年後の1929年。ふむ、自動食器の特許の話し合いが必要そうですね。イギリスとアメリカまで行かないとですね。面倒くさいのだ、僕は日本で開発していたいからね。社員くん、イギリスとアメリカまで行ってきてほしいのだ。無理に決まってるだろ、枝豆。嫌なのだ。ダメです、無理です、行ってきてください。とほほ。こうして喜一郎はイギリスとアメリカへ行きます。そしてイギリスで、喜一郎は衝撃を受けます。イギリスに着いたのだ。街並みシャレオツなのだ。で、イギリスって、こんなに繊維産業が衰退していたのか。そうなんだ、昔は良かったけど、もう終わりね。ミーも貧乏生活です。マジか、日本も時期にこんな運命をたどるに違いない。このまま、繊維の機械を作り続けても、僕らに未来はないかもしれないのだ。日本もイギリスと同じになるね。軽工業から重工業に、もうすぐシフトするだろうね。確かにそうなのだ。自動車の開発にも乗り出さないといけないのだ。その通りだと思います。ピンチだよ。参考になったのだ、ありがとうなのだ。じゃあ僕はアメリカに行くのだ。じゃあね、ミスター喜一郎。そしてアメリカへと到着した喜一郎。せっかくのチャンス、アメリカの自動車産業はどんな感じか、工場とかをいろいろ見て回って技術を勉強するのだ。じゃあ有名なデトロイトから行っちゃおう。ハロー、ジャパニーズ枝豆ようこそ。お邪魔しますなのだ。ミーたちの技術、見て驚くといいね。お、アメリカの技術はすごい、日本とは雲泥の差なのだ。でも、日本も負けないぞ。日本人の腕で車を作りたい。日本人には、無理無理。ムッキ、なんだと。アメリカには、かなわないね。アメリカに負けない質の高い車を作って、日本車を外国に大量に輸出する時代にするのだ。日本の底力を証明してやるのだ。やれるもんなら、やってみろよ。ムッキ、挑戦させてもらうのだ。日本に帰国したら、早速開発に取り掛かろう。アメリカに勝てる車を作るのは、100年かかるだろうね。完全に見下されているけど、必ず見返してやるのだ。こうして、強い思いを胸に日本へ帰国しました。そして日本へ帰国した喜一郎は、早速行動に移ります。社内のみんな、優秀な人間、
集まってこいなのだ。早くこっちに来るのだ。優秀といえば、僕のことかな。私もよ。よし、じゃあこの優秀なメンバーで、本格的に自動車開発をするのだ。えいえいよ。えいえいよ。こうして、喜一郎の自動車への挑戦がスタートします。とはいうものの、自動車ってどうやって作るんですかね。日本ではノウハウがないからな。そうだな、日本には知識や技術が全くない。完全に白紙からのスタートになるな。はい、喜一郎さん、いい意見があります。なんだね、社員くん。一旦外国の技術をパクって車作っちゃうのはどすか。バカもん。外国の技術で構成された国産自動車だと、そんなんじゃ日本工業の発展にはつながらないのだ。確かにそうっすね。そうなのだ。だからまず手始めに自社製のエンジン開発から取り組んでいくぞ。なんて喜一郎さんはストイックなんだ。日本の未来を見据えた男の中の男。どや。こうして喜一郎の自動車開発の日々が始まりました。外国の自動車を解体し、調査分析を行います。まず外国の自動車の研究を細部まで行うのです。そして自動車作りを模索する日々。スクゲツゴ。なかなかうまくいかないのだ。難しすぎだろ。本当ですね。特にエンジンの開発、マジで手こずるのだ。よし、再チャレンジだ。はい、行きますよ。次こそは成功させるのだ。100度目の枝豆正直だ。お、うまくいきそうじゃないか。ついに成功するか。うわあ、鉄が爆発したのだ。何度も天井まで吹き上がってますよ。また失敗なのだ、悔しい。今回こそは完璧だと思ったのに自信喪失ですよ。作れど作れど、なかなかうまくはいきません。成功する日なんて来るんでしょうか。失敗の原因が何か、天才喜一郎さんはわかりますか。うん、ドキドキ。皆目見当がつかないのだ。ズコー。ダメじゃないですか。仕方がないのだ。もう一度原因を調べてみるのだ。みんなは先に帰っていてくれなのだ。なんて粘り強いんだ。でも働きすぎですよ。もう何十回も失敗していますよ。諦めないんですか。今日の失敗は工夫を続けてさえいれば必ず明日の成功に結びつくって信じてるのだ。絶対に成功させるのだ。喜一郎さん、かっこよすぎます。成功するその日まで一緒に頑張っていこうなのだ。はい。で、喜一郎さん、今日も工場に泊まるんですか。布団も持ってきたしな、移動時間とかもったいないし、そのいとまがあるなら少しでも研究を前に進めたいのだ。日々失敗を繰り返しながらも工場へ寝泊まりして、自動車開発に情熱を燃やしていた喜一郎。その情熱とハードワーク、最後までやり遂げる気持ちが後のトヨタの原動力となるのです。そんな喜一郎に1930年悲劇が襲いかかります。はい、もしもし。喜一郎さんですか。お父様の容体が。え、なんだって。お父さんが亡くなっただって。支えてくれて、開発の応援もしてくれたお父さんがいなくなったなんて信じられないのだ。ガーン、しょんぼり。めげないで、大丈夫ですよ、喜一郎さん。そうだな。自動車の開発を成功させてお父さんに見せるのだ。その息ですよ。父を亡くした喜一郎に、さらなる向かい風が吹きます。1933年、トヨタ自動織機のうちに、自動車部を作りましたが、もちろん赤字です。ぐぬぬ、まだまだうまくいかないのだ。成功への道のりは遠いですね。おい、喜一郎。その声は、幹部役員の原田さん。まだ自動車は完成しない。赤字、ばかりじゃないか。ぐぬぬ。自動車部は、自動織機の利益を使い果たす気ですか。やれやれですよ。そんなつもりはないのだ。自動車は必ず役に立つ。自動車事業なんて、成功するわけがない。アホ枝豆、お父様の利益をドブに捨てるようなもんだ。そうだそうだ。自動車事業は困難だから、やる僕はアホかもしれない。でもアホがいなければ、新しいものは生まれないのだ。な。僕は諦めないのだ。米だ。赤字でも自動車事業を支えていた父の他界により、新事業への風当たりが強まってしまいます。当時は、喜一郎のように将来を見据えた人間が、会社の中で少なかったのでしょう。喜一郎には社内で逆風が吹いていました。他社員の不満が募る中、試行錯誤を行っていた。1934年のある日のこと。喜一郎さん。早く来てください。むにゃむにゃ。また会社で寝泊まりしてたんですか。起きて今すぐ。なんなのだ。エンジンが。ん?また失敗したのだ。違います。大成功ですよ。エンジンの馬力を見て。なんですと。おお、メーターがぶっちぎりや。いいぞ、持っといて。おお、ついにエンジンが完成したぞ。やりましたね。万歳。万歳なのだ。万歳。ついに喜一郎は外国のエンジンに負けない馬力を持つ A 型エンジンの開発に成功させたのです。そして1935年、トヨタ自動車の第1号となる A1 型試作自動車が誕生しました。やった、日本
本人の手で日本人のための国産車を作る。これに成功したのだ。エンジンからボディまで完全オリジナルの乗用車、こだわり抜いた1台なのだ。やりましたね。そしてなんだかんだで自家用車やトラックを作り続け、1938年豊田市に約60万坪の土地を購入し、大規模な量産工場を建設します。これが今のトヨタ始まりなのだ。ドキャ、これが世界に誇るトヨタの幕開けです。そして1941年喜一郎がトヨタの社長になります。僕がこれからは社長なのだ、よろしく頼む。ジュージュー、パチパチパチ。必要なもの、必要な時に必要な数だけ作る。目標はズバリこれなのだ。在庫電を徹底するぞ。うっす、無駄がないって、素晴らしいな。これが後にトヨタ生産方式として世界が注目するジャストインタイム生産方式の基礎になります。トヨタは車だけじゃなく効率化においても世界をリードしているのです。こうして喜一郎が社長としても研究者としてもバリバリ働いている一方、1930年代は戦争時代です。しかし1925年には息子の翔一郎が生まれるなど、喜一郎にとって嬉しいイベントもありました。翔一郎、いつかお前は後を継いでくれよ。僕、自動車好きだから頑張るのだ。センサーナティアド。ふんふん、自動車をもっと作るのだ。おい、日本軍のものだ。なんすか。自動車の生産台数はメーカーごとに割り当てるんだ。自由に生産することは許さない。管理してやる。好きにさせてほしいのだ。トヨタは技術力が高いから軍用トラックを生産しろ。はいなのだ。皇軍から命じられても戦況悪化すると軍からの資材物資が滞ることもしばしばでした。自動車も自由に作れないし、物資もまともに来ない。不便で仕方がないのだ。早く戦争が終わってくれたらいいのに。あの、喜一郎さん、どうしたのだ。実は赤紙が来まして戦地に行くことになりました。そんな君まで行ってしまうのだ。嫌なのだ。さようなら、喜一郎さん。技術者も戦地に取られ、終戦の1945年までは困難を極めました。喜一郎はこう振り返っています。文字通り苦しみの時代だったのだ。さらにそれだけではありません。喜一郎の大切な工場も爆撃を受けてしまいます。ガーン。工場がボロボロ焼け野原ですね。もう諦めますか。いや、こんなことでへぼたれる僕じゃないのだ。終戦後、焼け跡になった工場からすぐに立ち上がって、喜一郎は自動車の開発を再開しています。さすが喜一郎さん、本当にへこたれなかったですね。不死身の豆です。当たり前なのだ。日本の道路、トヨタの自動車で満たしたいからな。その日が来るまで、決して諦めないのだ。ずっとお供します。終戦後、乗用車の開発を再開した喜一郎は、1950年に社長を辞任します。僕は社長を辞めるのだ。寂しいです。次は君に決めた、石田太蔵くん。任せてください。何、社長じゃなくなるだけで研究は続けるのだ。ヘリコプターのエンジン開発に取り組んじゃうぞ。さすが喜一郎さん、寂しがっている場合じゃないですね。そして1952年、社長復帰内定が出ていましたが、3月27日脳一血のため57歳で急逝してしまいます。社長、ぐすん、社長。これは喜一郎の念願であり、トヨタを躍進させるトヨペットクラウン RS 型を発売する3年前のこと。トヨペットクラウン RS 型を皆が使っているところが見てみたかったな。翔一郎くん、親父さんの意思を継がないか。トヨタに入社してほしい。僕も父さんみたいに世界に貢献したい。入社させてください。その後、翔一郎は1967年にトヨタの代表取締役になり、父親喜一郎の思いを継ぐ形で会社を継ぐことになりました。父の思いを継ぐのだ。お前が会社を継いでくれることがどれだけ嬉しいことか、天国から見守っておこう。喜一郎が亡くなった今も、自動車へかけた情熱は、そしてトヨタは日本だけでなく、世界の自動車産業の発展を支えています。喜一郎さん、僕らで支えますから、安らかに。亡くなった後の喜一郎の武勇伝は止まりません。亡くなった後でも、トヨタ市の発展に貢献した実績から、トヨタ市役所の広場には銅像が建てられています。かっこいいかな。喜一郎の死去から49年後の2001年3月、喜一郎は、トヨタ市の名誉市民となります。そして没後70年となる2022年3月、愛知名誉県民の称号を授与されたのです。でも功績を残す僕って、すげえのだ。このチャンネルでは、世界から称賛された日本の偉人たちの話など、歴史を楽しく学べるコンテンツを提供していきます。高評価、チャンネル登録お願いします。